今は金曜日、ここ経産省本正門前で、カン・エンビン哲氏が対話集会を行っているのですが、今日は、別な方に、お出ましになったということで、金曜ですが月曜定例会がカン・エンビン哲氏のブースを預かって、金曜特例会をさせていただきます。いろいろややこしいお話ですが、でも、脱原発には変わりてありませんので、皆様のお声を頂戴して、そしてここ、経済産業省に強く強く脱原発再稼働反対、新設反対、輸出反対の声を上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。開始早々でございますが、今日はバッテリーシステムが生えて、皆様のご願波並びにご支援のもと新しくなりました。というわけで、なんだか知らないんですけど、中継とか始める前にお前ら準備しとけという、声もただ聞こえてきますが、実はですね、経産省のテントのバッテリーの調子が悪くて、うちのバッテリーが勝手に使われてしまったという非常に優しい事態がありまして、バッテリーを今ただいま取り返してまいりました。で、月曜日に関西電力東京支社前で細々とやっているグループのように思いきや、いろんなところにこき使われております。月曜定例会にございます。まあ話をつなげということなんで、これ一旦電源切れるんですか？わからない。まあそのままじゃあ適当に喋り続けます。まあ金曜日経産省、まあ海見哲さんいつもマルチイシューというか、まあ命のワンイシューでやっておりますので、私たちもまあいろいろ原発問題をはじめ汚染水、そしてね、いろいろありますが、 TPP の問題、国家戦略特区という名の首切り自由化、ね、あと秘密保全法、そういったもの、ね、原発だけやったらことが借りるかと思いきや、次から次へと新しいネタと話題を提供してくれてしまう、ね、しかも先週もネタにしたけど、お、切り替わりましたか？ちょっとボリュームでかいじゃないですかね。ハウリング起こしてますよ。で、先週もでネタにさせていただきましたが、ああで、なんかちょっとすいませんね、ブロガーの山田こと後藤さん、ね、復興させたくないのか、復興に熱心な、ね、復興させないと言わない政治家死んでしまえみたいな、ね、そんなこと言ってましたが、多くの国民の税金であなた方暮らしている、そうです、忘れてましたけど、消費税の増税の問題もありましたね。後ろは財務省でございますが、ね、多くの国民的な課題、そういったものを一部のマスコミや国民的な課題をスピーディーに処理していると、ね、評価するべきもありますが、多くの国民にとってみれば害悪を押し付けられているだけという、まさにですね、一部の財界とかね、マスコミとか喜ぶだけという、そういった政策がこの秋の10月15日からの臨時国会で来るわけですよ。まさにですね、国民はもうね、政治によって殺されかねないぐらいの、ね、そういう状況ですよ。秘密保全法でね、情報開示とかそういうのもできなくなって、役所はやりたい放題、ね、消費税でね、自動的に物価は今 5% 取られてるのが 8% になるってことは、単純に考えれば自動的に物価が 3% 上がるわけです、ね、
物価が 3% 上がったからって給料が 3% 上がろうかったらそんなことはないし、ねえ、経済的理由に基づいて国家戦略特区で解雇自由化しようっていう、ねえ、なんかね、総務大臣でもね、なんか肯定的なあれが発言をしたというのがインターネット版の東京新聞出てましたけど、ねえ、その理由が経済的な発展に望ましい、 GDP 国内総生産、国内総生産の7割は国民、一般市民の消費ですよ。で、それが雇用が不安になったり増税されたりしてみんなお金使わなくなったら景気良くなるわけないでしょう、経済発展もないでしょう。まさに目先の財界の連中だけ儲けようっていう魂胆が見え見えなわけです。ねえ、一昔前年越し派遣村とかあった時に派遣切りがあった人とかいっぱい、まあ日比谷公園で年末をこくという 4,5 年前にありましたよね。あれの時多くの方はね、同情してみました。彼らの立場に3名首切られる方が悪い、ね、学校時代にまともなとこ勉強してないから就職できないんだって誹謗中傷メーターもありましたけど、国民の大半が首切り自由になるってことは正社員の肩書きがあっても事実上正規雇用と変わらなくなります。で、特区というとどっかの田舎の地方都市、そういうところに本社があるところだけでも思いきや東京、大阪、愛知、ね、いわゆる太平洋ベルト地帯ですから日本の対外の会社の本社所在地が入ってしまう。要するにですね、全就業者のかなり大多数が解雇特区に本社がある会社の社員、まあ、もう一つおまけに公務員、公務員一般に首切られないと勘違いされてますけど文言免職処分というのがあります。そして、まあ、なかなか霞が関の、まあ、国一受かってる人、まあ実般の事務なんかね入ってきてるんでしょうけど、公務の委託もしくは公務非常勤という形で日々これ雇いの非常勤公務員、非正規公務員がかなり入ってきてます。要するにですね、日本に安定雇用などそういうものはないです。なんか原発の話から閉じてますけど、そういうふうになりつつあります。それにとどめが刺すのが国家戦略特区の解雇自由化、そして TPP による非関税障壁としての雇用の規制緩和、まさにですね、安定雇用、安定した生活、将来展望がある生活、そういったことを遅れる国民はもはやそれが今まで当たり前だったのがそれを遅れる人間が特権階級みたいになってくる、そういう時代が来てしまいます。まさにですね、そういったこと、ね、そういったことがもっと大騒ぎになっていいはずなのに、まあ、騒いでるのは我々ぐらいでしょうかね。残念なことに野党が弱くなってしまいましたね。与党の圧倒的多数です。お、明るい明るい LED 電気ですか、ね、与党が一方的に強くなってしまっている。国会審議とかそういうのは事実上合ってないようにすることもできるわけです。まあ悲しいお知らせです。与野党のねじれがあったとき、その法案を提出する官庁、役所のお偉いさんは与党に根回してるだけでも野党にもちゃんと根回しをしてました。当然ですよね、野党の反対があったら通らないからです。ところがねじれが解消したことによって、まあ、建前上野党の国対とかにも資料を出しますが、まあ、時間はかけない、役人でも下っ端、まあね、若いのを出してくる、もともと小さな野党とかはそうだったんですけど、そういう形に変わってきます。これは私の友人の大学の教員が論文で具体的にねじれ解消前とねじれ解消後、今回のねじれ解消ではないんですけど過去の例で書いてます。要するにですね、役人も含めてもう何もまともに議論する気がないという状態。そして先ほどの参議院選挙、7月の参議院選挙で読売新聞社さんは社説で最大の選挙の課題はねじれ解消と煽りました。でもその結果
野党を含めた国会の慎重審議ではなく根回しをする役人の手間が省け、そしてまともに議論しないでいい与党国対だけが楽をできるというそういう国会の状況になってます。今話した TPP の批准、国家戦略特区、秘密保全法、そして原発の再稼働、そして汚染水の問題と、残念なことに国会は機能しない。与党が数の力で押し切れば衆議院も参議院も関係ない状況になってしまってます。まあ、悲しいことにですね、こういうところに来て声を上げる人はなかなか多くありません。でも声を上げないと議会内の流れ、そしてマスコミも強力な与党にへこみへずらいますから、一部の反骨な人とかフリーランス、そしてミニコミ、一部の雑誌、政党機関紙関係を除けば残念なことに与党の発表を追従するだけになってます。まさにですね、そういった中で政治が腐敗し、監督官庁もそれに合わせ、そして与党と癒着関係にある業界団体等がそれを後押している。まあ、規制緩和 TPP、 そして原発の再稼働問題、すべて各々の事案は別に見えても構造は同じです。多くの国民が影響を受ける原発事故についてはね、総理大臣がオリンピック誘致のプレゼンテーションでコントロールされていると言いました。しかし今朝も汚染水タンクからの300トンですか、合計汚染水漏れの問題、そして汚染水除去装置が金かけたと言っても、まあ実はすごいケチってるんでやたら故障するんだという話なんですが、それがほとんどまともに稼働しないまま、動かしたと思ったら故障、動かしたと思ったら警報が作動、そういう状況です。かたや秘密保全法に反対して全国を回ってる山本太郎という元俳優の参議院議員がいますが、福島県でマスクをして登場しただけでネット上ではバッシングされるとね、マスクなんかしてたら福島が危険じゃないかみたいな。でも現実に原発事故は終わっていない。汚染水、そして露出した燃料量、五重の囲いに覆われているはずの燃料棒が露出しちゃっている。そして風が吹けばそこから漏れた放射能が舞う、それが現実です。まあ、私は今マスクしてませんが、東京でもマスクした方がいい、できるだけ、そういう状況です。かたや、ね、福島の食品とかそういうの食べないとか避けてる人に向かって風評だ風評だと言っている。でも現実にはね、食べて応援とかの裏では風評被害とか言って安く売れないんだったら売ってあげましょうって買い叩いて、かたやね、買って応援キャンペーンをやってその差額で儲けてる偽善者が多々いる、そういう現状でもあります。我々が言っている生きること、生活すること、確かに原発事故や TPP の問題とかとつなげて考えることは難しいです。今言った、ね、汚染の問題だって現実にはなかなか見えません。そういうのをつなげて考えるのは難しいかもしれないけど、現実はつながってます。そして残念なことにですね、役所は国民の命生命財産を守ることではなく、一部の特定の階層、特定の利益のために残念ながら動いてしまっています。そしてその利益を守ること、
利益を守ること、そのことではなく、残念ながら多くの国民を見捨てる方向に向かってます。そしてね、多くの国民を、一般の国民を、ね、分断することによって支配してます。さっき言った通り、福島の風評とかいうのもマスクとか福島あたりじゃしたり、対策をっていうとなんか自分たちの故郷をなんたらかんたらっつってなってしまう。でもそう、本当はそれは行政役所がちゃんと言わなきゃならないこと、安全だ安全だと言い続けることね、現実にそういう人たちを孤立させ分断に追い込んでるわけです。まあ、残念ながらそういう分断支配の構造は原発がいっぱい作られた1970年代80年代からも続いてるわけで、原発賛成派にはいっぱい金ばらまいたり接待したり、反対派には村八部や嫌がらせを散々してきた歴史があります。そうやって分断統治をするのが残念ながら今までの日本政府のやり方、そして彼ら原発推進派、まあ原発に限りまるまる推進派ですかね、 TPP 推進派で、国家経済国推進派、まあ解雇自由推進派ですか、共通してます。原発や先ほど言った賛成派にはお金いっぱいばらまいて、反対派には嫌がらせ、 TPP は農業問題に矮小化して農家の人だけ既得権で守られてる補助金付けだろけしからんみたいなことを言っている。だけどあなた方経済産業省だけ例に挙げてみても、補助金出してない企業ってどれだけあるんですか。逆に財務省にも聞いてみたい。補助金ではなく法人税免税として事実上逆の形で補助金与えてるような企業、具体的には経済援助中の JAL とか、つい最近までのメガバンクとかね、バブル崩壊後のそういったことがあるわけです。すなわち農協や農家のおじさんだけ補助金もらってるわけじゃないんですよね。私立学校だって補助金だけは運営できない、まあこれは文部科学省の管轄ですけどね。そういうふうに我々はいろいろやってるわけです、我々の税金から。そして特定の階層や特定の人だけが補助金をもらったり生活保護とかもらってるわけじゃないんです。要するにそれを矮小化して特定の階層だけけしからんみたいに分断支配しているのが今の行政です。そしてマスコミの論調です。まあこれは実に一部の支配者には都合がいいわけですよ。おっと倒れましたね、風強いです。まあ風で倒されても我々脱原発の思いは倒されません。まあ話がなんか飛んじゃってますけど、すいませんね、いつも海民ですなんかウォーミングアップで30分やってるの僕がやらなきゃならないんで。大丈夫でしたか。はい、まさにそういうことです。皆さんだからこそね、非正規雇用者の人が首切られた時とかそういう時に他人事みたいなダメだったんです。まあ今の国会の情勢では国家戦略特区解雇の自由化も通ってしまうでしょうね。明日は我が身、原発事故だって福島の人だけの問題じゃありませんよ。これは前から言ってます。高線量地域は首都圏にもいっぱいありますし、で仮に今の福島の事故を過小評価してるから30キロ圏内で住んでるようなあれですけど、まともに評価したらチェルノブイリ並みの避難基準やったら首都圏の東側全部入りますからね。でしょ。まさにですね、他人事が分断に加担し、他人事がね、そういった悲劇を拡大再生産してるわけです。ぜひ皆さん声を上げろとは言いません。ちょっと頭の片隅に入れてください。原発の再稼働問題、消費税、まあ、国家戦略特区、まあ解雇特区ですね、あと TPP 秘密保全法、
ちょっとでもいいから頭の片隅に入れてください。無関心が新たな悲劇を生みます。その無関心の行く先は自分に確実に返ってきます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。共に考えましょう。お、まだ20分しか経ってませんね。あと10分ぐらい頑張らなきゃならないかもしれませんが、とりあえず次の方に変わります。あれ、万太郎、業務連絡、山本万太郎さん、山本万太郎さん、経産省本館前までお越しください。しばらくお待ちください。本当はコールとか行きたいんですけど、今見てる人が、まあ、今ほとんどいないので。おー、どこ行っちゃったんだ。はい、あ、すいません、じゃあお願いします。ちょこっとお願いします。経済産業省で働いている皆さん、こんばんは、お疲れ様です。っていうか、まあ、結構み、フロア電気ついてるんでまだ結構残ってるんじゃないかなと思うんですが、誰のために仕事してるんですかね。もうね、だんだん年末になってきてるんで、まあ、あれなんじゃないんですか。接待の予定とか、上級官僚の、いろんな、なんか、まあ、忘年会やらいろんな集まりなんか、なんかそういう計画で仕事みたいなふりしてるだけなんじゃないんですかね。もっとちょっとね、もっと国民のためになる仕事をしてほしいと思います。原発再稼働したり、原発輸出したり、それが私たちのどういう利益になるんですかね。ちょっとそれ説明してほしいんですよ。どんな利益になるんですか。原発再稼働したり、輸出したり、ごく一部の政治家や企業の偉い人や、それに投資している人、それも相当額投資している人が、ごく一部の人が利益得るだけなんじゃないんでしょうか。もうちょっと、もうちょっとじゃない、もうすべて国民のためになるような仕事をしてください。汚染水取る、あ、汚染水の放射能をなんか除去する、なんですか、アルプスでしたっけ、なんかいくらかお金かけたのか知らないですけど、もうなんかね、もう故障っていうか止まってばっかり、今日の朝もなんか警報で止まったらしいけども、まだ原因もよく分かってないじゃないですか。もっとちゃんとやろうよ、ちゃんと。本当にもっとちゃんとやってほしいと思います。じゃあとりあえず以上で。ちょっとブログ見たら、なんか経済産業省の職員がブログ書いてて、東京オリンピックが決まった時に中でなんかこう万歳とか大喜びだったとかいう話が書いてあったんですが、本当なんでしょうかね。官僚の皆さん、東京オリンピック決まって本当に嬉しいんですか。それが本当に東京のために、日本のために、経済のためになると思っているんですか。経済産業省の職員の皆さん、あなた方はおそらくいい学校を出て
たくさんお勉強されて頭もいい方たちが揃ってらっしゃるのでしょうから、私とは違っていろんなことが分かってらっしゃるでしょう。本当に東京オリンピックが決まって嬉しいんですか、経済産業省の職員の皆さん。ふざけちゃいけませんよ。国家公務員全員に東京オリンピック招致のバッジが配られて、それを皆さん胸につけていたのが無駄にならなくてよかったって書いてありましたよ。ふざけちゃいけませんよ。そんな金があるんだったら金一封で福島の人たちに配ったらどうですか。どこの世界に2年半前に起きた原発事故の収束が全くついていないというのに、オリンピック招致して喜んでいる官僚がいるんだよ。頭おかしいじゃないかお前たち。そんなにオリンピックやりたいんだったら自分たちの給料でやれよ。私たちの税金使ってオリンピックなんかやるんじゃないよバカ野郎。あのね、おばさんが汚い言葉使ったらもっと汚くなるって分かってるけど本当に腹が立つんだよ。あんたたちどの頭で東京オリンピックが日本の経済になると思ってるんだよ。ここに出てきて説明してみろ。このバカなおばさんにも分かるように説明してみろ、クソ官僚。何が経済産業省だ、どこが経済産業省だ。日本の経済も産業も全部潰しておいて東京オリンピックの招致のバッジかなんかつけてオリンピックが決まった途端に喜ぶんじゃないよ。窓から見ている官僚、降りてこい。私がトントンと説得してやる。私はあんたたちの親ぐらいの年代だよ。1回目の東京オリンピックの時は中学生だった。私分かってた。あれは60年安保が終わった直後だよ。ねえ、それを考えたらいつもオリンピックって政治的に利用されてるんじゃないか。今度は何だ、福島か原発か、それをなかったことにしたいのか。そんな金があるなら、そんな予算があるなら、今も仮設住宅に住んでる人たちのために住宅を作れよ。福島の事故の収束の一つもつかないで何がオリンピックだ。電気ついててそこに人影が見えるというのは経済産業省の職員がいるんだろう、クソ官僚がいるんだろう。お前ら降りてこい。納税者がここで話を聞きたいと待っている。お前たちが喜んだ東京オリンピックがどんな経済効果をもたらすのか、このバカなババアにきちっと説明しろ。あんたら本当にこの日本を潰す気じゃないのか。潰すなら自分たちが潰れれよ。国民を道連れにするんじゃないよ。もう本当この官僚政治にはうんざりだ。ろくなことしやしない。エネルギー政策取ったって話せば、私は古い人間に言ったから石炭からの話になっちゃうけど、ねえ、石炭六法でどれだけ地元の人たちが救われたんだよ。地元の経済が立ち直ったんだよ。お前らは金をばらまくことしか視野しないじゃないか。そしてその金は必ず利権につながっていくんだ。
国民の懐には入っていかないんだよ。そんな無駄なことばっかりしやがって、自分の金でやってるならいいよ、でも使ってるのは税金じゃないか。私たちが払った税金だよ。人の金使って何やってんだよ。クソ官僚、恥を知れ。恥を知れ。あ、終わりました。本当に官僚がインターネット上で東京オリンピックが決まって喜んだ様子を書く、恥知らずにも程があるんじゃないか。まさか私は福島の事故の収束が一つもついていない中で、オリンピックが本当に日本に決まるとは、東京に決まるとは思ってもいなかった。油断してたよ。そしたらなんか向こうの方にいる日本の代表だかなんだかが完全にコントロールされてるとか言いやがって、嘘800ついて金ばらまいて、何やってんだよ本当に。どこにそんな金があるんだよ。そんな金があるんだったら福島の汚染水止めてこいよ。経済産業省の職員、お前たちが監督してるのは東京電力だろう。東京電力に仕事をさせろよ。東京電力ができないんだったら東京電力を潰せよ。それがお前たちの仕事だろう。どこに仕事もできもしないで何が東京オリンピックだ。ふざけんじゃない。そこにいる官僚のやつらが東京オリンピックが決まって喜んだと読んだときは本当に腹渡が煮えくり返ったよ。福島の人たちはいまだに16万人以上の人が避難生活を続けているじゃないか。原発事故によってこの山だらけの日本の国土の平野部の 3% が失われて、何が原発だよ、何がオリンピックだよ、何が経済だよ。降りてきて説明しろよ、経済産業省のクソ官僚。今の日本がすることは福島第一原子力発電所の事故の収束じゃないのか。その事故で被害を受けた人たちの生活を立て直すことなのじゃないのか。東京オリンピックなんかやってる場合じゃないよ。子供が考えたって分かることだよ。ねえ、私の前を背広着た人たちが通っていくけど、あんたたちも官僚なら考えてみろ。東京オリンピック招致のバチなんかつけてんじゃないよ。一部の土建屋とか広告会社が儲かるだけじゃないか。私たち国民は、都民は東京オリンピックなんか望んじゃいない。そんなことをするぐらいなら汚染水止めろよ。汚染水一つ止められないで、お前たちは何やってんだよ。浮かれてんじゃないよ。今の日本がどんな状況なのか一番分かってんのはお前たちだろう。東京オリンピックで浮かれたやつ降りてこい。ブログに書いて万歳したって書いたやつ降りてこい。私が説教してやる。日本の経済と産業をめちゃくちゃにした経済産業省、恥を知れ。
ありがとうございました。あ、すいません。今大阪の関西電力本店前もこんにちでございます。お疲れ様です。日本の GDP は500兆円、オリンピックの効果は3兆円、なかなかスズメの涙ですね。まあ、関係ないですね。オリンピック外役しかないです。じゃあ歌いきます。さあ万太郎です。山本万太郎いきますので、まず最初山本万太郎の歌からいきたいと思います。本当に歌うの？本当に歌うの？本当に歌うよ。歌うよ。本当に？うん。まあいいや。では山本万太郎さんの歌を歌います。はい。モンサントの種がある、住友の科学いる、そして TPPP ここと組む、東京見ろ、種を見ろ、総称を見ろ、遺伝から迫りくる幹細胞、パッ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 が日本に起きるとき、国が責任放棄して、タッ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 タロが歌う、パパパパタロタロタロパパパパパパ山本万太郎。はい、2番いきます。はい、TPP でいただきます。遺伝子の組み換えだ、豆腐剤食べ物だ、そして TPP がやってきた、パパパパ何食べる、何食える、何が毒だ、謎を秘め売られてく、遺伝子パン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 、中身を知ろうと願うとき、パン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 、TPP ルールが邪魔をして、パッ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 、あ、すいません。タロが怒る、パッ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 、タロが歌う、パッ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 、タロタロタロ、パッ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 、山本万太郎。嫌がらせ以外の何も言ってないですね。はい、続いて、グレートマジンガーで、汚染水をテーマにした歌を歌います。はい、オープニングのグレートマジンガーいきます。ジャブジャブドパドパ、ジャブジャブドパドパ、ジャブジャブドパドパ、汚染水パパンパン漏れる、パパンパパンパパンパン、これは過失じゃないよ、ドパッパ急いだから、予算だから、ドパッパだからと勘弁、汚染水、君は呆れる、愛想つく、必殺パワー、電気料金、庶民の財布をぶちのめす、総括原価、何でも経費、これが東電、東京電力。はい、2番いきます。ジャブジャブドパドパ、ジャブジャブドパドパ、ジャブジャブドパドパ、汚染水パパンパン漏れる、パパンパパンパンパン、国は金を出す、ドパッパ東電だから、お上だから、ドパッパだから税金、いつでも投入、東電守り、庶民打つ、必殺パワー、消費税アップ、無知な庶民を買い殺す、食べて応援、被爆させるぜ、これが原子力、原子力帝国、パンパンパン。はい、金はいくつでしょう。あ、なしですね。
よくわからない人いました。照明だらけです今日は。ではハイロブ式行きたいと思います。マジで本人ね、これ。はい、行きます。ゴミの行き場はどこにある。行き場なければ動かせる。動けと念じても動かぬもんじゅ金をく。灰色で心も晴れて世界に役立つ技術を磨こう。灰色でつながる命、子供に誇れる未来を築こう。嫌な施設は押し付けて事故が起これば他人事。そんな日本に誰がした。止めよ原発今すぐに。灰色で心も晴れて世界に役立つ技術を磨こう。灰色でつながる命、子供に誇れる未来を築こう。遠田火力で補えばやがてバイオの花開く。地熱資源の豊かな国で裏運を欲しがる愚か者。灰色で心も晴れて世界に役立つ技術を磨こう。灰色でつながる命、子供に誇れる未来を築こう。子供に誇れる未来を築こう。はい、ありがとうございました。客が増えてきましたね。じゃあ皆様の高まった感情を地獄に落とす曲を歌いたいと思います。すいません、その前に一つ雪を歌わなくちゃいけませんね。いけないんだ。まず1番1曲歌います。はい。セシウムジャブジャブ、トリウムジャブジャブ、溢れまくる。ゼネコイン喜び、金かけまくり、東電黙って金せびる。確かにその通りだ。あ、ホラガイ先生言いましたね。じゃあ続いてホラガイ行きます。植木先生ごめんなさい。はい。ホラガイあるやつは俺んとこい来い。ホラーはふっけどもホラガイふっけぬ。見るな汚染水ただ漏れ。どの道なんともならんだろう。はい、ありがとうございました。セシウムジャブジャブいいですか。セシウムジャブジャブ。
ません。では尾崎清彦いきます。セシームジャムジャムやんないの？あ、セシームジャムジャム、もちろん。あ、これですか？これ2番だったんですけど、1番と2番じゃ歌いますね、はい、あれよかった、あれよかった。セシウムコンコン、トリウムコンコン、降っては降ってはどんどんかぶる、街も都心も被爆しまくり、一人残らず被爆する。セシウムジャブジャブ、トリウムジャブジャブ、溢れて溢れて溢れまくる、ゼネコン喜び金かけまくり、当然黙って金せびる。ありがとうございます、一部では受けてますね。東電本店前でも歌ってもらえない。来週の水曜日東電本店前あるんで、ぜひぜひ、ベンダーでいいので、ではジッタリンジーンプレゼントを歌いますが、音程が多分オリジナルと全く違いますが、許してください、よく知らないので。ではいきます。原発作ってできたもの、金のなる木の電気代、原発作ってできたもの、補助金目当ての地方自治、原発作ってできたもの、金に群がる村社会、原発作ってできたもの、原発推進族議員、原発作ってできたもの、日本を牛耳る経産省、原発作ってできたもの、事実を言わないマスメディア、原発作ってできたもの、行政来産司法権、原発作ってできたもの、他人任せの日本人、おいしかったけど福島なんて、おいしかったけど漁船なんて、まだまだ金になるわ、儲けてあげるわ、パパパ。はい、今いきます。原発壊れてできたもの、広く飛び出す放射能、原発壊れてできたもの、見捨てられた地元民、原発壊れてできたもの、人が住めない村と町、原発壊れてできたもの、データ隠し行政府、原発壊れてできたもの、新たな基準の安心地、原発壊れてできたもの、めくれるまみれの晩御飯、原発壊れてできたもの、声に出せない理不尽さ、原発壊れてできたもの、絆という名の友倒れ、爆発してるけど教えないなんて、爆発してるけど安全だなんて、安心安心言うけど被爆してるわ、パパパパ。3枚いきます。原発壊れて見えたもの、汚れた大地と太平洋、原発壊れて見えたもの、子孫に残す負の遺産、原発壊れて見えたもの、命を無視する日本国、原発壊れて見えたもの、東電自民の無責任、原発壊れて見えたもの、金でいいなり S 学者、原発壊れて見えたもの、情報操作のマスメディア、原発壊れて見えたもの、事実を見ない国民性、原発壊れて見えたもの、その人個人の人間性、原発だけど動いてないなんて、原発だけど金食い虫なんて、足りてる足りてる電気灰色にしてあげるわ、パパパパ、うん、すいません、オンチなので許してください。私音楽は2なので無理です。真面目な話、私に真面目な話、あ、無理ですね。じゃあ真面目な話をしろと言われたので一つ言います。多分皆さんが知らない話、TPP に日本が入る前にこういう付属文書にサインをしました。労働に関する覚書、簡単に言います。国内外でどの国においても同様に労働条件が下がるのであれば
企業の競争力は維持できる、こういう企業の競争力が維持できるために、労働条件を下げるという TPP 付属文書に日本はサインをしているはずです。すなわち締約国が、保護貿易主義的な目的のために法規制、政策と労働慣行を定めることは不適当である。何を言っているかというと、つまり締約、TPP においては TPP 加盟国は労働については一定のレベルに抑えなくちゃいけない、どの国においても最低限のレベルに抑えなくちゃいけない。たとえ日本で時給が700円だった場合、それはベトナムにおいては高すぎるから、じゃあ日本の時給も100円にしましょう。そういう感じで労働に関する覚書というものが TPP にあります。すなわち皆さんは解雇できない、公務員さんも解雇できないという話もありますが、 TPP においては労働に関する覚書というものがありますので、日本国内でおいてもアメリカであってもペルーであってもチリであってもベトナムではあっても、労働条件が下がるように企業の競争力は維持させようというために労働条件を下げるということが TPP の労働に関する覚書でサインがされております。こういうのがあります。ちなみに TPP 日本労働組合総合連合会は賛成をしておりますが、一体何の労働を守るかというのは多分よく分かりませんが、名前と実質が合わないのはよくあることです。日本労働組合総合連合会、恥を知りましょう。たまにこんな感じでよろしいでしょうか。はいはい、じゃあ、またちょっと笑えるんですか。じゃあ行きますか。皆さん TPP というのはよくわからないと思います。 TPP 実は日本を攻撃する TPP は3つからなっております。 TPP 本体とアメリカだけが攻撃を日本を攻撃する TPP 並行協議、そして TPP に加盟している12カ国から、日本以外が日本に指示命令書を出す TPP の事前交渉というのがありました。すなわち TPP が入る前にその入会条件として、アメリカ様は軽自動車をやめろ、ハイブリッド車を作るな、そういう TPP の事前交渉を日本政府は認めてます。だけども日本政府は TPP に関しては全く情報を出しておりませんので、 TPP 本体について何も言ってないのはもちろん、 TPP の並行協議、アメリカ様は一体何を言ってるか全く出しておりません。なので情報は出てません。でもアフラックが日本の財産である郵便貯金、ゆうちょを買って、そこでアフラック外資系企業のために TPP を売るというのは決定しております。すなわち日本において TPP 入るのは全くメリットは何にもかかわらず、 TPP 日本安倍さんは入ろうとしてます。繰り返しますが、 TPP について日本が攻撃を受けているのは TPP 本体とアメリカだけが攻撃、アメリカだけが日本に押し付ける TPP の並行協議、さらに TPP の加入する前段階としてペルー、ベトナム、アメリカ、チリ、メキシコ、その他の11カ国から日本が指示命令書を受けている TPP の事前交渉というものがあります。これにおいて一体日本はどういう命令を受けているか全く情報を日本政府は出しておりません。でも一つ分かることがあります。日本の法律は日本の人々を守るためであります。日本の法律は皆さんの生活、家族、所得を守るためにあります。そういうバリアを保護主義という名のもとに TPP で自由主義のためとして外資系企業に日本の法律、制度、皆さんの財産、皆さんの祖先が作ってくれた財産、ゆうちょを含め全て外資系企業、特にアメリカに売ろうとしていたのは TPP です。それを安倍さんはノーノーとやっています。 TPP が起これば多分沖縄のサトウキビ畑は全滅するでしょう。北海道の方もビートもなくなるでしょう。そしてそれをサトウキビ、ビートを運送する日産業も絶滅、加工業も絶滅。そうすれば北海道は札幌ぐらい、遠くだったら宮城の仙台は少し残るぐらいかな。それ以外のところは絶滅。そうすると北海道、青森、秋田、山形、沖縄、九州、鹿児島、熊本を含め、そこの人口の人たちは職を求めて都心に来るでしょう。そうすれば失業保険だ、
失業をする人は増え、生活保護の人も増えるでしょう。そして人が去った後には無人の地帯、無人の島々が増えるでしょう。そういう無人地帯、無人地域を暮らして、あ、すいません、そこにちょっとカメラのハングなどもあ、すいません。TPP によって無人地域、無人島が増えます。そうすると皆さんが尖閣諸島で日本を守るといった実質的実効支配たる人が住んでいるという、人が住んでこその実効支配であるべき日本の列島から日本人は地域を捨て都会に出てくるでしょう。そして無人島、無人地域が増えてきます。そういう無人島、無人地域を増やす TPP に賛成をするやつが尖閣諸島を守るというのは今日言ってることとやってることが全く別物です。すなわち TPP は国防の問題です。国防というのは戦うことをドンパチするだけは国防ではない。皆さんの生活、日本人の生活、北海道に住んでいる人、四国に住んでいる人、九州に住んでいる人、中国地方に住んでいる人、沖縄に住んでいる人、その方々の生活を守ってこその国防です。その生活を壊して、たかだか食料が安いから、そういう安易な考え方で TPP の裏のことも考えずに安易に賛成をして、日本政府は TPP 秘密だからって何も喋らずに、それに協力しているマスコミの話をのうのうと信じて、 TPP で日本の法律制度、皆さんの生活を守っている法律制度を潰す TPP になぜ入るとしようのか。皆さん、 TPP というのは外資系企業投資家にとって有利なものは法律、日本の法律制度を強め、外資系企業にとって不利なものは外資系企業にとって不利なもの、すなわち労働関係とかは労働関係とかは法律を弱めます。分かる限りにおいてはということ、国際と、今度の秋において安倍政権は特区という制度で、あれ持ってった、はい、これあ、いい、ごめんごめん、あ、今度の秋の国会で安倍政権は 国家戦略特区という、法律を出します。国家戦略特区関連法というのを出します。これは何かというと TPP を TPP 加盟しただけでは日本の法律と TPP の命令書が合わない。そこで安倍政権は国家戦略特区という感じで日本の法律を無視する国家戦略特区という地域を設けました。そこにおいては日本の法律を無力化します。すなわち東京、大阪、名古屋、そこにある本店にある場所はこの TPP の法律に優先をする、すなわち皆さんを守るべき法律を無力化するというのが国家戦略特区であり TPP であります。そういう TPP ぜひとも反対をしてください。もしあと案としまして、国家戦略特区、もしかすると本店が大阪、東京、名古屋だけにあるものだけではなく、ネットにつながるところは全て特区という名のもとで TPP の戦略を国内法的に総決算するというものが国家戦略特区です。この国家戦略特区ができれば皆さんを守っている法律は全てなくなってしまうと、変更されてしまうと思ってください。どうか国家戦略特区反対をお願いします。それとあともう一つ、今も山本太郎議員が、ごめんなさいね、山本太郎議員が秘密保全法というものに反対してくださいと言っております。この秘密保全法、言わせない、聞かせない、見せないという感じで言う法律です。秘密保全法、日本の秘密文書、秘密に関わる公務員については今の法律だけでは、満足しない。安倍政権がわざわざ秘密保全法というものを作って、これによって懲役最高、今のところは懲役10年以上で公務員自体を処罰する。さらに、皆さんは、福島の原発のことを覚えていると思いますが、福島の原発で爆発したときスピーディーというものがありました。放射能がどういうふうに拡散したかというスピーディー、その情報、皆さんは
日本国政府から教えてくれませんでした。でもアメリカ軍に対しては3日後原発が爆発して3日後にスピーディーの情報、放射能がどういうふうに拡散するかというのを教えてくれました。でも私たちには爆発が起こった後の月末頃に国会議員や国会議員がスピーディーをはどうしたということを突き上げてやっと教えてくれました。でもこの秘密保全法が通ると日本政府は外国政府に対して秘密のデータを教えても罰せないということになります。さらにスピーディーのデータをもし私たちがドイツの気象データからもらったりアメリカの方からデータをもらったりして日本の方にフィードバックした場合それは秘密保全法によって罰せられるというのがこの秘密保全法に書いてあります。すなわち秘密はいつまでも秘密、日本人の生命、自由、財産を脅かすような事態があっても秘密事態を守るというのが秘密保全法です。そういう主人と召使いの地位を逆転させている秘密保全法ぜひとも反対をしてください。じゃあその反対の方はどうするかということで山本議員はそれ持ってるからこのピラでいいですよ、はい、山本議員は山本議員は秘密保全法に反対しようというピンクのビラを持ってます。もしこういうピンクのビラ秘密で人権や民主主義を破壊する秘密保全法に反対しようという方は私が言ってることも私が言ってることが嘘か本当かまず疑って、信じた方は山本太郎さんのホームページ今は一人というホームページがあります。そこに行くとこういう人権や民主主義を破壊する秘密保全法に反対しようというビラがあります。そういうビラがアップされてます。裏の方には、裏の方には皆様の選挙区にいらっしゃる、政治家に対して秘密保全法反対してくださいとかやめてくださいとかいう意見を求められるように一応の嘆願書的なものが書いてあります。ぜひとも秘密保全法を調べて皆さん危ないと思ったらぜひとも秘密保全法に反対して各地の選挙区皆さんのお住まいの選挙区の議員に対してアプローチファックスかメールでお願いをしてください。よろしくお願いしますと言って一つ言い忘れてた、あります。あれですか、そのに分かったらいいですか、もうちょっと待って、ですね、マイナンバー制度と言われます。これは何かというとですね、システムとシステムをつなげるシステムです。これは何かというと住基ネットと税システムと社会システムをつなげるシステムです。すなわち皆様は今住基ネットにおいてあの皆様の名前、住所、生年月日とかいうのを把握されています。それと税金を払っている方は税金を払っていると思います。さらに健康保険とか持っております。それのシステムとシステムをつけるのがマイナンバー制度です。これを基づいて先ほどの、皆様を秘密保全法とかつけてしまうと怖いことになってしまいます。もうねどうなるんでしょう。マイナンバー制度でこのマイナンバー制度の一応の予算金額は、ですね3000億円説と5000億円説と1兆円説といろいろあります。システムとシステムをつなげるシステムなぜ必要か、被災地があるにもかかわらずなぜ必要か、なぜ皆さん消費税を上げるためにこういうシステムとシステムをつなげるってマイナンバー制度なぜ必要か、そういう不思議な制度があります。でもこれは自公自民公明民主のおかげで通ってしまいました。これははっきり言ってシステム利権と言います。ぜひともマイナンバーは危ないということを気がついてください。もしマイナンバーと秘密保全法それと共謀罪が合体すれば皆様の生活は全て国家のためにあります。どうかマイナンバー秘密法共謀罪いろいろありますが、皆さんは一体何のためにここ日本にいるのか、皆様の生活を守るためには自分自身が動かないと守れない、そのことをぜひとも自覚してください。でもし私の言うことを、私の言うことが嘘か本当かわからないと思いますが、とりあえず調べてどれが本当か、共謀罪は来年の国会提出予定、
氷見東電法は今年の秋に提唱点マイナンバーは正式だ、こんなふざけたことはやっているよ、さらに TPP は秘密です、日本政府は TPP に入る場合も秘密だと言いました、なぜなら教えてくれないから秘密だよと言いました、でも入った後も TPP のことは言いません、なぜなら秘密だからって、そういうふざけたことを言っている日本政府がいます、でもそれはマスコミは報じない、だったら自分たちの力で取り返すしかない、日本を取り戻すのは私たちであります、安倍ではありません、以上よろしく。はい、どうも皆さん、毎度、毎週のように今、ここで喋らせてもらっていますけど、経済産業省に、今も、職ということで、働いておられる皆さん、ある一定の、偏った一極の考えでしかやはりやることができない、やはり、原発というものはなくすことが可能なのに、それをね、いまだに、原発に、依存しようなのというふうな考えで、いまだに、業務を行っている皆さん、本当に、私としては、改革的な、やはり教育でも受けられたらどうですか、原発を廃止したらどうなのか、原発がなかった時代はどうなのか、皆さん、日本の今の赤字国債が額がもうあと9兆円でもう1000億円もう本当にもう大台に乗っちゃうわけですよ。また昔皆さん、例えばいまだにね、今も、自動改札そういうものが、ない駅だってあります。そういうところにはやはり一定の待遇のもとに働いておられる方たちがいらっしゃるんです。やはりそうすればね、やはりなんていうか、ピシッとした、なんていうか、例えば乗車なり、もしくはマナー、例えば例えば定期で要するに費用を浮かせようだとか、そういうふうにねやるケースっていうものはなくなると思うんですよ。皆さん思い切って本当にね、原発をなくすためにも自動改札廃止しちゃおうではありませんか。もしなんでしたら本当に、そうすればやはり電車や水物に乗る際にはやはりちゃんと切符を見せ、切符を切り、あの頃は皆さん国鉄本当にいい時だったと思います。 JR に無理やりされ、それを私はあくまでもう本当になんていうか投げかざるを得ません。本当に文句の嘆きではありませんけど、経済産業省に今も働く皆さん、今すぐ原発は廃止しましょう。皆さん、またね、原発をね、今もゴリ押しされている皆さんの中で、消費税のね、増税に、待ったをかけているね、本当にバカげた実現不可能なね、実現を名乗るね、こういう気違いが者どもがいらっしゃいますけど、本当にもう許せない。先週のやはり先週の、土曜日、皆さん本当にね、とんでもないありさま、あるね、とある、東京府中のとある京王線のホームまで、やはり、実現のためには手段を選ばないのか、いきなり、若い、女性がね、20人ぐらいいたと思います、もしかしたらそれぐらいで押しかけて、私は巻き込まれる寸前に電車に乗りましたからいいですけど、こういう、
こういうなんていうか、まあ、あのいろいろ喋ったり、まあ、例えばみんなデモ行進やったりする人たちがいきなりそのホームで、まあ、何人かの方がセクハラセクハラなのと言ってやってもいないのに大声でその、女性グループに怒鳴られる、女性右翼にファシストにこんなひどいことをしてくるんです。下手をすればもうあのグループは私たちのような考えを持った者を警察に権力に無理やり逮捕させようとした可能性があります。絶対にも本当に許されません。やってもいない罪を平気ででっち上げる、それで何が実現なのでしょうか。全く実現ではありませんよね、そんなの。ペテン的な本当にもうあの野獣としか言いようがない、もう全くの詐欺的な集団としか言いようがない、あのファシストとも絶対に戦おうではありませんか。私たちはそのために今経済産業省に毎週のように立っているものであります。それでは最後に、では、シュプレッコールいきます。シュプレッコール、シュプレッコール、実現のための原発はいらない、実現のための原発はいらない、生活向上が実現しても未来の苦しみはいいのか、未来の苦しみはいいのか、消費税増税は原発とセットだ、消費税増税に待ったを言うのであれば原発を共に廃止を、原発を共に廃止を、廃止を、廃炉に追い込もう、廃炉に追い込もう、ありがとうございました。いいですか。ちょうど話の流れに行ったんで、はい、ちょっと喋らせてもらいます。どうも皆さんこんばんは、あとインターネット中継を皆さんこんばんは、不特定なすところでおなじみの東京都杉並在住の後藤久則です。若い人には分かる、インターネットでも若浮きしてると思う。まあ冗談はさておき、今週の経産省ということで、まあ、ちょっと先週話させていただいたことと重複するんで、まずちょっと2点ほどあります。まず1点目、ちょっとこれ知ってきましたけども、先週話した、はい、原発の汚染水の話ですね。国内外から汚染水対策に関する技術提案を募集しますという件で、ちょっとあまりにもちょっと怒られる人多かったんで30分ほど知ってきました。何か技術提供で愛である方、ぜひとも経産省の人にお渡ししてあげてください。お前らが特攻しろ。あともう1点、あ、ちょっといいですか。ごめんなさい、ちょっと待ってください、あ、そうだ、増税の件で先ほどの方も話してましたけども、増税の件です。10月1日、はい、富ヶ谷一丁目在住の安倍ちゃんが 8% に増税しますねって言ってましたね。これは結論から言うともうすでに規定路線です。というのはちょっと経産省のホームページ前のバックナンバーから見ましたところ、気になるのがありまして、7月10日付で、経産省求人が出してました。非常勤職員の採用情報ということで、消費税転換対策調査専門職員の方を主任級6名スタッフ85名で、ちょっと報道を見たら全国で600名ほどなんか臨時で採用するようですね。はい、これ安倍ちゃん10月1日しませんって言ったらこの人たち採用される600名どうなってたんでしょうかね。それを考えるとやはり政府と官僚の、まあ、意思疎通が取れてないというか、もう官僚主導ということがよく分かりました。
この件に関してもまた毎週毎週追ってきますので、追ってこちらのインターネットでご覧の方と、あとここにおられる方お話ししてきますので、また興味持って来てください。以上です。汚染水対策のアイデアですか、さっきのは。汚染水対策のアイデアあります。経産省の役員の方々が突撃してください。お願いします。人柱。あとすいません、漫画雑誌でモーニングという雑誌があります。今回ですね、福島第一原子力のことについて書いてます。作業員のことについて書いてます。まあお勉強ついてはいいんですが、この漫画書いた人がですね、漫画書いた人が、原発被爆については全く影響はないよと最後には書いてましたが、でも一つ私不思議なことがありました。なんか白装束、タイペックスですね。はっきり言って白い服を着てゴーグルをしてました。そういう被爆は関係ないと言いながら、なぜかタイペックスゴーグル完全防備をして服位置で作業をしていて、なぜか今のは何でしょう。アドニマスですね。すいません、話がありました。最初から言います。モーニングの雑誌で福島原発の作業員の話が書いてありますが、これは資料としてはいいと思いますが、最後に、被爆は関係ないと書いてますが、でも、タイペックスを着て作業しているのはなんかおかしいなというツッコミどころ満載ですね。でも作業員の話はよくわかりますので、まあ、情報として知るのもよいでしょう。歌いきます。アドニマスはどうするんですか。デュエットですか。大丈夫です。ちょっと待ってください。今ちょっともらったやつで、国内外から汚染水に対する技術提案を募集します。9月20日付のやつで、募集内容は本日9月20日金曜日に提案受付用の専用ホームページを開設しましたってこと。提案を書く欄があるわけですよね。じゃあこれパブリックコメントの代わりに使っちゃったらどうですかね。安倍ちゃん汚染水ブロックされてるってたんだから募集するの矛盾じゃないのかって書いて、みんなで送ったら多分面白いことになると思いますよ。サーバーが落ちるかどうか知りませんけど、だって本日9月20日に提案受付用のホームページを開設しましたって、提案を受け付けるってことは意見をかけるってことですよね。計算しましょう。ってことはこれパブリックコメントの代わりに、ね、汚染水安倍ちゃん漏れてない人は募集するのは矛盾じゃないですかと、皆さんが書いて送るのも一つの手ですよ。別にこれ業者の人じゃなきゃダメだし、6分間の技術提案募集を行いますと書いてあるけど、だってブロックされてるんだからこんなことすることないでしょの一言で終わりでしょ、ね、しかもね、政府機関の一環なんですから、内閣総理大臣が言ったことと違うことをやってるっていうのはどういうことなんだってことでしょう、ね、そう考えればこれは専用ホームページを開設して何かコメントを書く欄があったらパブリックコメントの代わりに意見書いて送っちゃっていいんじゃないですかね。ね、だってこれ限定してる人は提案整理を分類した上で活用可能な汚染水対策に反映してもらいますってこと、別にどこどこの技術を持った方とかそんなこと募集要項書いてないわけなんで、10月23日までです。これ問い合わせ先出てますね。担当者柴田さんと菅野さん、事故収集汚染対策官が上田さん、ね、えちょっとこれアイデアですね。裏ですか。先週裏に行った時にこれ全部読んであげればよかったですね。哲さん今日も8時過ぎに顔は出してくれると思うんで、ちょっとまた話してみますけど、ぜひね、技術提案という名の意見でやってみましょうということです。はい、歌の準備ができました。歌じゃないんですか。すいません、歌の前にですね、パブリックコメントという話がありましたので、秘密保全法については一応パブリックコメントあったんだよね、一応外せ
外観として。ではですね、国家戦略特区関連法案、これ今回の今年の秋、今度の秋に出る予定、国会に上呈される予定なんですが、パブリックコメント出ておりません。やばいから出ておりません。国家戦略特区何回でも言います、 TPP の国内法案です。TPP に反対して この国家戦略特区にも反対しないと皆さんの生活財産は破壊されますよ。考えなくちゃいけないことがあります。何のために法律があるのか、皆さんの財産、お金を増やすと幸せにするために、財産も、賃金も増やすために、そういうために法律はあるはずです。でも安倍さんがやっていることはどうですか。非正規職員が増えました、正規職員は減りました。そういう不安定なことをしている安倍政権が推進している TPP 国家戦略特区秘密保全法、全て日本のためじゃありませんよね。それは皆さん確認、ネットで確認をして、どうか秘密保全法反対のためにファックスやメールを送ってくださいねって。姉さん歌歌います。ちょっと先ほどのその経済産業省の国内外から汚染水対策に関する技術提案を募集しますという件についてですが、その募集する前に東電解体しろよ。まず東電を解体するのが順番じゃないの。東電ができないからって経済産業省が国内外から汚染水対策に関する技術提案を募集するというで告知するわけでしょ。東電ができないということだったら解体させなさいよ。これ東電が起こした事故だよ。ね、事故を起こした東電を解体させないで、なんで経済産業省がこれ国内外に募集するんだよ。おかしいじゃない。話の順番が違うよ。事故を起こしたのは東京電力なんだから、まず東京電力の始末をつけてから国内外に募集したらどうなのよ。頭おかしくない、あんたたち。もともとおかしいったって、あんたたちがこういうことしてるから私たちがみんな命を預けなきゃいけなくなるんじゃないよ。電気消すんじゃないよ。2回だか3回だか知らないけど、人が話してんだからちゃんと聞けよ。まず東京電力を解体しろ。本当にこの経済産業省っていうのはバカが揃ってんのかね。こんな奴らに今まで日本のエネルギー政策をやらせてきたかと思うと本当に腹が立つ。脳なし、恥知らず。ではいや、すいません、一応確認として、東京電力はまだ国営化されてませんからね。国の株式における所有権は 25% ありますので、あくまでも民営化です。お姉さん歌はどうします。潰すとダメですよ。あ、じゃあまた歌いますか。雪は今後歌います。また観客増えてきたので、またやるか。はい、ありました。では雪やコンコン歌います。一番からいきます。セシウムコンコン、ボリュームコンコン、振っては振ってはどんどんかぶる、町も都心も被爆しまくり、一人残らず被爆する。セシウムジャブジャブ、トリウムジャブジャブ、漏れて溢れて溢れまくる、ゼネコン喜び金かけまくり、東電黙って金せびる。これはもう流行らさなきゃいけない。ありがとうございます。東電ダメって感じ。山本まったら非常に嬉しいでございます。次頑張ってみたいと思います。じゃあ植木先生ごめんなさい、やります。東電
はわわわわんわん潰しちゃダメなのわわわわんわんお願いわわわわお願いわわわ生かしてってなこと言われてその気になって東電救えばあり地獄金庫団は大笑い安全神話はそう崩れ福一収束手抜きして汚染水ではいそれまでよふざけやがってふざけやがってふざけやがってこれよ2番いきます。新潟の原発わわわわんわん柏崎イタリアなのわわわわんわん早口言葉でありませんてなこと言われてその気になって地震が来たらぶっ壊れ断層ずれてあたふたし煙が出ても消せなくて避難訓練渋滞で新潟のためにあるじゃなし知事が呆れてはいそれまでよふざけやがってふざけやがってふざけやがってこの野郎泣けてくるはいありがとうございました。